ツイート、ピア港南と港南市外地港南市中心部周辺の空中写真。1987年撮影の4枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。港南市は愛知県の北部に位置する市。愛知県尾張地方の北部にある自治体であり、 岐阜県との県境となる木曽川の南に面している。名鉄犬山線によって、名古屋市へ支弁であるため、ベッドタウンとなっていて、アピタドン・キホーテ、平和堂などショッピングも便利である。江南市は1954年6月1日に、庭郡小ち野町、保定町、羽栗郡宮田町、草井村の山頂一村が合併して発足した、いわゆる、 昭和の大合併で結成された市である。町村合併促進法制定当初は、こちの町の主導により、同町富宮田町、草井村による二町一村合併による西端市が構想され、協議の過程で市名を、こちの市に改めて県に申請した。しかし当該町村域では、中心市街地の個数が全体の4割程度であり、市政志向要件を満たさないとして、 愛知県町村合併促進審議会はこれを却下した。審議会は、補定庁が加われば、合併を許可する見解を示したが、補定庁は、庭群を大口村、千秋村との合併協議を進めようとしていた、ところであった。補定庁は、こちの町ほか二町一村に対し、市名の変更、市庁者を、こちの町、補定庁間の適地に新築することを、 合併条件として提示し、これを二条一村が拒否したことで交渉は暗礁に乗り上げた。一方、愛知県では二条一村による市政施行が可能か自治庁に確認を行ったが、二条一村では市政を許可しないとの回答を受け、審議会及び県知事は関係自治体に三条一村による合併を再勧告した。再勧告により協議が再開され、 最終的に各自治体ともが合併に合意した。氏名には、旧町村名を用いないことになり、これまでの右与曲折から、その選定も紛糾することが予想されたため、命名は、県知事の桑原三木根に一任された。市政の間では、庭市、桑野市、沖田市などが候補として噂された。桑原が最初に提案したのは、桑野市であった。この地域は、 洋産業が盛んであり、産業試験場があり、桑畑が広がっていた、補定町を、そうで表し、それとこちののを組み合わせたものであった。しかしくしくもこの組み合わせは、桑原の、総と福知寺ののとも捉えることができたため、そう解釈したものから批判にさらされた。桑原は、全くの偶然として、そのような解釈には不本意であったが、桑野では、 比較的近隣の三重県桑名市と響きが似て紛らわしいという指摘もあり、結局、桑名市案は取り下げられた。桑名市に代わって桑原が提案したのが、現行指名の江南市である。これは、木曽川の南を意味しているが、木曽川をこうと表現したのは、徒歩の漢詩、江波愛理亀念に由来する。桑原は別案を考えるにあたって、 地域北部を流れる木曽川に着目したが、その雄大さを表現するにあたり、様子江の景観をしたためた徒歩の監視が頭に浮かんだ。そして木曽川は、日本の代表的な川の一つであり、港と呼ぶにふさわしいとして、港の南、すなわち港南と命名したという。主結成当初は暫定で、旧、こちの町役場を市役所として使用したが、 保定町が主張していた保定町寄りの市役所は昭和30年代に入って現在の赤道寺町を大堀に建設され現在も使用されている現在では港南市小地野町から赤道寺町木賀町を経て保定町に至るまで市街地はつながっておりこの市街地は北側の旧宮田町旧臭い村の一部にも達している人口は 令和3年に0万人を下回ることとなったが、大まかな人口としては、旧こちの町が5.5万人、旧保定町が1.8万人、旧宮田町が1.8万人、旧臭い村が7000人ぐらいと推定される。江南厚生病院江南市立図書館、江南郵便局そ南公園ローラスケート場ビアモール、江南駅東商店街市としては、工業で栄えている都市である。 また、交通アクセスの便の良さから、名古屋都心部などへの通勤、通学者も多い。滝費用グループを創業し、滝学園創立に尽力した滝屋の出身地としても知られる。江戸中期に始まった養産の伝統を持つ。カーテンに使用する生地繊維製品の生産量は日本一である。電子製品、ゲームソフトで有名な産電子株式会社は、 高南駅の近くにある。食品では森永乳業中京工場、ハウス食品市会社のサンハウス食品などが点在する。近年では交通の便、立地条件の良さから中京コカ・コーラボトリング SS 製薬、鈴賢トラスコ中山など四北東部に物流拠点を築く企業も多数ある。近年では経済面で貢献の大きかった。 四季島宝石の港南工場が2003年に株式会社四季房港南として分離され、工場敷地の一角にビアモール港南と雨風の湯が建設された。現在では県道名古屋港南線、港南関線、市宮犬山線などの幹線道路沿いに多く立地している。港南市では電気は中部電力株式会社、都市ガスは 東方ガス株式会社がそれぞれ供給している。電気の供給が開始されたのは、江南市発足前の大正時代である。前身の4町村のうち、保定町、こちの町への供給が1913年5月より開始された。事業者は、中島郡一宮町に本社を置く、一宮電機で、1915年時点では2町の、他宮田村も供給範囲に加えている。 この他にも庭郡犬山町に本社を置く起きた電気も進出しており、1918年時点では、草井村及び、こちの町の一部を供給範囲に入れていた。現在の地域に電気を供給していたこれら2社は後に、名古屋電灯へ吸収され、対象後期には、東方電力の供給範囲に組み入れられた。戦時下の配電統制で、中部配電の供給区域となるが、 戦後1951年に中部電力へ継承されて現在に至っている。都市ガスの供給は江南市発足後で1957年4月に開始された。当時は東方ガスではなく津島市に本社を置く津島ガスが江南市の誘致に応じて供給していた。東方ガスも1985年5月に市内一部地域で供給を開始。 2005年7月、東方ガスが、津島ガスの港南地区における事業を譲り受け、現在に至っている。なお、市内にガス工場が設置されており東方ガスは、港南製造所として引き継いだものの、都市ガスの天然ガス転換に伴い2005年12月に、創業を停止した。上水道は1975年3月31日に、 急行清省から認可を受けて開始された、江南市水道事業のほか、市内に3つの簡易水道と、江南団地専用水道が整備、運用されている。止水道事業は、市内15カ所の深井戸による、自己水源と愛知県営水道からの受水が行われているが、簡易水道は5カ所の自己水源、江南団地専用水道は4カ所の、自己水源によってまかなわれている。 下水道は、名古屋港海域等流域、別下水道整備総合計画に基づき、五条川、右岸流域下水道による処理が行われている。1993年度に事業着手、2002年8月から一部区域での供用を開始した。下水は五条川右岸浄化センターで処理された後、五条川に放流される。 令和2年3月31日現在の利用区域の面積は636.6ヘクタールとなっている。可燃ゴミについては、港南には環境管理組合の環境美化センターで焼却処理されているが、不燃ゴミや資源回収はほとんどが民間業者に委託されている。NTT の市外局番は0587と同じ。 市内局番は、主として50から59などが使用される。なお0587の江南市、岩倉市、府総町、大口町及び稲沢市から市外局番0586の市宮市、鷹見原市川島とは、市内通話料金で電話がかけられる。近隣だが、名古屋市、犬山市、小牧市、岐阜市、鷹見原市などは別料金区域となる。 2005年に開催された愛知万博で、愛知県内の市町村が120の万博公式参加国を、それぞれ一市町村一国フレンドシップ事業として、フレンドシップ相手国として迎え入れた。滝学園江南駅再開発中の補定駅市の中心となる駅、江南駅江南市東部の江森町、山尻町などからは、市の境界に近い茅森駅を利用する人も多い。 高南駅、保定駅は隣接の市の宮市、高見が原市、大口町からの利用者もある。愛機大橋ネクス湖中日本の運営する高速道路の IC は、東名高速、中央自動車道方面からは、小牧 IC、名神高速、東海北陸自動車道方面からは、市の宮木曽川インターチェンジがもより、中央自動車道は、小牧東インターチェンジ、名神高速は、 一宮インターチェンジを利用することも可能。名古屋高速道路では、小牧 IC に隣接する名古屋高速小牧線の小牧、北、出入り口、もしくは、名古屋高速一宮線の一九中入り口、一宮東出口が、最寄りとなるが、江南市から名古屋市方面に向かう場合には一宮中、入り口が名古屋市方面から江南市に向かう場合には、 小牧北出口がそれぞれ接続交差点の関係上左折となるので便利である。このほか新名消防橋が、東市宮田新名町と鏡ヶ原市川島消防との間の木曽川南派川に架橋され、鏡ヶ原市内の木曽川本流にかかる鏡ヶ原大橋と連動する形で、東市高谷町と鏡ヶ原市西部とを結ぶルートとなっている。補定の大仏水と、 コー港南フラワーパーク、港南港南市のマスコットキャラクターは、トウカちゃんである。2004年の市政50周年キャラクターとしてデザイン、された。デザインは、市内在住の漫画家倉橋館。愛称は、一般公募で決められた。広報港南の表紙等に使用されている。ありがとうございます。